皆さん、こんにちは。新都国際中学校高等学校ライブラリーの利用方法について説明します。まず雰囲気についてです。新都国際のライブラリーでは図書館としては珍しく、飲食可能かつ自由に会話することが可能となっています。図書室は静かに本を読んだり宿題をしたりする場所で、少し大きな声で話していると注意されるというイメージはありませんか？新都国際ではそのような図書室のイメージにとらわれず、自由に過ごせる居心地の良い場所を目指しています。授業中には図書室にある資料や図書を使って話し合いをしたり、生徒会や部活などの会議の場所としても使われます。次に授業でのライブラリーの使い方です。新都国際では高等部の2年生から3年生にかけて、希望者は国際バカロレアコースを選択することができます。国際バカロレア IB は国際教育の世界的リーダーであり、探究心、知識、自信、思いやりのある若者を育成しています。 IB のプログラムは、学齢期の生徒が自分の学習に責任を持ち、急速に変化する世界で変化をもたらし、成功するための将来に備えたスキルを開発するように支援しています。将来に備えたスキルを開発できるように支援します。国際バカロレアコースに進んだ生徒は、一般的な日本の高等学校のカリキュラムとは全く違う経験をすることができます。実際に IB 生に話を聞いたところ、IB の歴史の授業では先生に教えてもらうというよりは、生徒自ら見つけてきた資料や教科書をもとに議論が展開されます。特に私たちが好き勝手に歴史的出来事について解釈し、思ったことをそのまま言うようでは全く信用がありません。そのために私たちの考えたこと、主張を裏付けて他者を納得させるために、割合などからが載せられている資料を持ってくることが重要です。私たちの歴史の授業は少人数制で、生徒は私たちを入れて3人しかいません。3人やれば文字の知恵という言葉がありますが、やはり私たちだけでは考えつくことに限界があります。そこで役に立つのが歴史の研究者、歴史学者が書いた論文や本です。彼らは論文や本で扱ったトピックの専門家ですから、彼らの意見は時に非常に役に立ちますと言っていました。新都国際ではライブラリーは IB 生にとってとても大きな役割を果たしています。最後に各科目の授業での使用方法を説明します。英語では M リーダーという英語の本を使って授業しています。私たちは英語の授業でそれぞれのレベルに合った英語の本を読んでいます。物語文、随筆文、説明文など様々です。読むとそれぞれのアカウントでログインしている M リーダーサイトでクイズを受けます。合格するとワード数がもらえます。学期ごとにワード数の目標があり、生徒たちは達成するため日々取り組んでいます。授業の様子を説明すると、英語の授業で15分程度 M リーダーの本を読む時間があります。読み終わると M リーダーサイトにログインし、10分程度のワードの質問に答えます。質問に合格すると、学習したワード数が M リーダーに記録されます。自分が今のワードを学べることに加えて、自分が合格したワード数を確認できるので自信にもつながります。国語ではビブリオバトルで紹介する本を選ぶときにライブラリーを訪れる人が多いです。もちろん図書館の本でも良いのですが、学校にある本は今流行りの本や最新の本が多いので、たくさんの人が訪れます。理科では調べ学習で図鑑などを使って調べます。インターネットより根拠のある情報源を得るため、英語の本なども難しい本を読んでいる生徒も見受けられます。美術ではブックワードという非必要になった本を切り取り、自分の思う形に作成して、芸術作品を作るという取り組みも行っています。寄付された本の中でライブラリーに並べることができない内容が溢れている本や
損傷が激しい本はブックアートの材料になります。ご清聴ありがとうございました。